世界情勢が危ういですが、台湾有事、日本有事についてどう思われますか。いやー、やったもの勝ちになってるんですよね。まあ、その、ロシア、ウクライナが勝ててるから、まだやったもの勝ちになってなかったんですけど、で多分あれ、ウクライナ負けてたとしたら、多分ロシア勝って終わりなんですよ。で、アルメニアとアゼルバイジャンのやつも、アゼルバイジャンが優勢なんですけど、今んとこもうみんな気にしてないじゃないですか。アルメニアとアゼルバイジャンって、そういえば戦争してましたっけみたいな。なので、あれも多分アゼルバイジャン優勢でやったもん勝ちなんですよ。で、今回ガザ地区に関して、もちろんガザ地区がイスラエルに対して爆撃をしました、虐殺をしました、人を連れてきました。良くないですよと。で、ただ、それを機に反撃しまくって、その、ハマスの兵隊ではない人をバンバン殺しますとか、で、多分これから地上戦が始まると思うんですけど、で、地上戦で無垢の人たちが散りますとか、国連職人が、11人死にました。赤十字。まあ、赤新月なんですけど、の人が死にましたっていうので、それやりすぎでしょうってなるんですけど、でも多分やりすぎでしょうって言うだけで、やったもん勝ちなんですよ。では、その、まあ、ある種そのアメリカが世界の警察というポジションを降りてしまったので、なので、その、正義でぶん殴るやつがいないんですよ。なので、強い国がやったら、まあ、良くないよねと非難はするけども、もうやれることはないよねっていう状況になっちゃうんですよね。なので、まあ、まだ起こらないと思うんですけど、一応そのアメリカ海軍の偉い人が、2028年ぐらいまでに台湾侵攻があるだろうと言ってるんですよ。で、じゃあ今仮に台湾侵攻が起きたとして、誰がそれを止められるのかってなると、アメリカも止めれないんですよ。というか止めないんですよ。止めるメリットがないから。そのウクライナに対してまず兵器めちゃめちゃ出してて、アメリカって結構兵器今枯渇しつつあるんですよね。でもそこにあの軍事にバンバンお金入れるわけにいかないよね。なぜならアメリカも別に今ちょっとインフレもあったりして景気も微妙な状態なので下手なことやれないよねっていう状態があって、でそのトランプさんであれば、もうメンツの問題だから中国潰すわとかってやるかもしれないですけど、結構バイデンさんはバランスの人なので、その中国が台湾を取るというのを止めることで、果たしてじゃあアメリカ人のアメリカの大統領に対する支持率が上がるかとか、アメリカの景気が良くなるかってなると、様子見だよねってなっちゃうと思うんですよね。まずは様子を見ようと。様子を見て世界情勢の中で何とかした方がいいよねってなったらやろうと。でも多分その中国が台湾を抑えようってなった時って、その周りの島とかを一気に抑えて、で軍事的には多分もういきなり上陸してしまうので、様子を見てるうちの1週間の間に多分決着ついちゃうんですよ。だその本気出して中国が侵攻した時に台湾の軍事力だけでは多分残念ながら止めることはできないと思うんですよね。でそうなってアメリカが手を出しません、で台湾の中にはすでに中国兵が入っていますってなると、じゃあ日本の兵隊は台湾に攻め入って上陸して中国兵だけを殺すとか不可能なんですよ。要はどこに中国兵がいるか、どこに台湾の人がいるかって分かんないじゃないですか。台湾人の格好をして銃を持ってる中国兵と銃を持ってる台湾人の見分けが日本人につきますかってなると、もうお手上げなんですよ。ってなると多分そこはじゃあ様子見だよね。で岸田首相の場合であれば基本的にアグレッシブなことはしないので、じゃあアメリカも様子見だし日本も様子見だよねっていう形になって何もしないというところで、多分現実的にはもうそれが事態として確定しちゃうんですよね。なので日本ってその竹島っていう国がすった問題の時に韓国にまあ、武力で一応その占有されたんですけど、で、その時に日本人の漁師が殺されたりしてるんですけど、とはいえ武力でそこの島を確保されて、で、日本って未だに様子見なんですよ。要はその竹島を取り返すっていうので、日本の軍隊が動くこともないし、で、そこでじゃあ韓国の軍隊が常駐していて、韓国の大統領とかが竹島来てますとかっていうのでも、まあ別にそれ様子見でいいんじゃねえのっていうんで、ずっと様子見してるので、日本の国土さえ様子見をする日本人が台湾を守りに日本の兵隊を送りますか？なので、多分台湾情勢は僕は様子見なんじゃないかなと思って。